少しはしゃぎすぎました。ありがとうございます。おいしい。よかったら読んでもらえませんか？はい、父からの手紙です。私が風見鶏に入学してすぐに届いた手紙です。その手紙が私の誇りなんです。お父様、お母様、おじい様たちもみんな私に期待してくれているんです。私のために、私が立派な魔法使いになれるように少なくないお金を使ってもらってます。だから私はその期待に応えたいです。そのための努力を惜しむつもりもありません。でも不安もあって、楽しいこともこうして知ってしまいました。今まではずっと家のことしか考えてなくて、期待に応えられるように勉強だけをしていて、だから同年代の友達もいなくてそれでもいいって思ってました。だけどこうして清隆と出会って、今まで知らなかった楽しいことを知ってしまいました。清隆と一緒にいるとどうしようもなく心がかき乱されるほど楽しいです。でも私、楽しいこと何も知らないですよ。ですけど、私、今までなるべく人に頼らずに生きてきました。誰かに頼ってしまったら弱くなっちゃうと思ってましたから。だけどこれからは清隆に頼ってしまいそうです。甘えてしまいそうです。いいですか？ありがとうございます。
クリスマス。